はい、みーママです。今日はリビング横にある和室のテレビ台を紹介したいと思います。よかったら最後までご覧ください。それではスタート。はい、ということで、ここがリビング横にある和室になるんですけど、ここにもテレビを1台置いてます。で、今日はあのテレビ台の中を紹介したいと思います。で、ここにあるテレビも、リビングのテレビと一緒で、東芝で、こちらはレグザを置いてます。で、ちょっと大きさがわからないんですけど、40何インチだったと思います。で、下のテレビ台は、こちらも楽天で購入したテレビ台です。はい、ここは、ちょっとガラス張りになってて、まずこっちから紹介していきます。開けると今はこんな感じになってます。棚がついてて2段になってるんですけど、あそこにある箱は、こちらは VR になります。まあもう全然使ってないんですけど、子供たちがね、この箱を取り出して遊んでるので、箱がぐちゃぐちゃになってるんですけど、こちらは携帯をつけて見るタイプの VR になります。で、下に行くと、こっちが、はい、こっちはもう今、ちょっとリモコンが一つ入ってる状態です。このリモコンはここのテレビ用のリモコンになってます。で、このケースは、セリアで購入したケースです。で、続いて、あっちが、クエスト3のリモコンが入ってます。リモコンと、あとリモコンを充電するコードが今は入ってます。で、その横にプレステ3が置いてあります。で、ここにはレコーダーを置いてないので、子供たちが DVD を見るときは、このプレステ3を使って見ています。では、あっちを紹介していきます。はい、中はこんな感じに。なってます。と、ここは基本的に子供たちの DVD が入ってます。で、ちょっとこの後ろにあるのは、このテレビ台につける、多分足なんですけど、使う必要がなかったので、とりあえずここに入れてます。で、こっちから、これはアンパンマンの英語ランドっていう DVD なんですけど、これは、私弟が2人いるんですけど、私たち兄弟がちっちゃい頃から見てた DVD で、英語で喋ったりして、こう、英語を教えてくれるような DVD なんで、これはすごいおすすめです。で、1から4まであって、これを流すと結構よく見てくれます。で、この隣は、これは、コストコで確か買ったんですけど、アンパンマンのこんな感じで、歯磨きの DVD が入ってます。で、その隣が、こちらは、島次郎の歌ダンスコレクションっていう曲ばっかりが入ってる、DVD が入ってます。これもすごい息子がお気に入りです。で、その隣にあるのが、これは英語の DVD なんですけど、これも結構お気に入りで、すごい流したら見てくれます。で、こっちが、これはね、島村で確か購入しました。で、その隣に行くと、この2つも島村で購入したものなんですけど、まあ、息子がすごい乗り物が最近大好きなので、買いました。で、これも島村で買った、不思議の国のアリスの DVD が入ってて、で、これはチャレンジの英語バージョンを最近ちょっと契約したので、それの CD と DVD が入ってます。この CD ケースはこの前100均の購入品で紹介した CD ケースです。まだちょっとね、ラベルが貼れてないんですけど、この中にチャレンジで届いた DVD を入れるようにしてます。で、こっちも CD ケースなんですけど、いろいろ DVD が入ってます。で、他もこの辺に細々した、まだね、ちょっとケースに入りきれてない子たちが出るんですけど、このケースを買い足して入れようと思ってます。で、ここにまた初音ミクがいるんですけど、これはプレステ3用のソフトになってます。ということで、こんな感じです。はい、ということで、ちょっと短かったかもしれないんですけど、我が家の和室にあるテレビ台の中はこんな感じでした。またあの棚とか、ここにもね、ちょっとしたおもちゃがあるんですけど、前、子供部屋を紹介したと思うんですけど、基本的にこの1階の和室で子供たちは遊んでて、あの中におもちゃとかが入ってて、そこはまた別の動画で紹介したいと思います。
よかったらそちらもご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。 See you。